ローマ人の物語3、3ですね、勝者の混迷、前回、マルシはギリギリ12日目に状態が可が得られて、そして林でローマの市民集会に間に合って、出政官当選し、また担当もアフリカと決まって、元老院はお手並み拝見ということですね。ははいで 続きですねはいここに市民集会は新参のマリウスを紀元前107年担当,担当の施政下に選出しただけでなく彼の担当戦線をアフリカにすることも可決した、えー、担当戦線をどこにするかは元老院が決めていたのだ,のだから市民集会は元老院に対し二重に不信任を示したことになる。 元老院からはお手並み拝見というところかそれに対して何の動きもなかったはい、えー、ご実際で、えーえー、2の2ですね、えー、ご実際で初めて静官に就任したマリウスはそれまでのすべての年を、えー、軍団で過ごしてきただけにローマ軍隊の内実も兵士たちの現状も知り尽くしていたそして方法が何であれそれを打開する必要を痛感していた 当選後に彼は市民たちに向かって演説した演説選挙演説の習慣はなかったローマだが当選後の演説、うん、言ってみれば姿政方針演説の習慣はあったのである地方出身の平民市政官はファロローマノに立つ公団の上から市民たちに向かっていった、えー、クリティス市民職私だって知っている大概の死生観が 当選の前は謙虚な、うん、公のしもべであることを保持しておきながら、えー、選出されるや否や高慢な何件ものに面するのを知っているしかし私は反対のやり方をしたい、えー、なぜならレス・ププリカ国家のために奉仕することは死生観や、えー、法務官等の官職についているか否かにはあ無関係になされるべきだと考えるからだ とはいえ私も諸君によって死刑官に選出された以上その責務を全うすることがいかに困難であるかは痛感している死刑官とはローマ最高の官職であると同時に軍団の最高責任者でもある戦いの準備をしながら同時に国家の財政を健全に保つことを忘れてはならないし兵士の召集に従事しながら同時に兵士は市民であることも忘れてはならない 彼らが進んで兵器を務める人ばかりでないのも承知していなくてはならない。それも反対派がいる中で進めていかなくてはならない。諸君が考える以上にこの世間の遂行は困難なのだ。そう、私とは違う生まれの人々は、えー、偉大な教室を分けた先祖を持ち、えー、何によらず賛同してくれる親類演者を多く持ち、多くのクリエンティスたちをも用意している。 これらの講演者たちは彼らが失敗した場合にも彼らを守ってくれる。一方、この私を守ってくれるのは、えー、私自身の能力と誠実さしかない。だが、えー、人が仕事をするのにはこの二つで十分と私を考える。他のことは偉大なる先祖の名声も親類演者やクリエンテスたちの勢力も本当に、えー、責務を全うしたいと思う者にとっては ととと危険ににななれたものにとっては無用な飾りでしかないと私は思う、えー、私は諸君をユ、えーグルタ制圧の戦いに連れていくだろうそしてその私に対しえ気づくたちは批判をやめないだろうしかし彼の批判は、えー、何を根拠としているのか、えー、戦争についての彼らの知識は読んだ聞いたり聞いたり したものだ私の知識は自分の目で見自ら参加した体験に基づいている。えー、先日についても彼らは理念と知っているが私は戦場で学んだ実務と知っているのだ。私は確信している。すべての人間は誠意を受けた時には平等であると確信している。だが同時により大きく共同体に貢献した人がより高貴な人とされることも確信している。 高明な先祖たちの少女もない私がローマの指導者層に加わった時期はつい昨日のことである,ことである。だが、諸君、相続した名声を汚すよりは、自ら名声を築き上げる方がいいいい良き生き方とは思わないか。彼らの貴族性を示す輝き、先祖たちの少女に対して、私は私自身の体に残る多くの先、うん 戦いの傷の傷跡を示すだろうそして私にとっての名声や地位は苦労と危険を耐え忍びながら私自身が獲得したものであることを明言するであろう明言するだろう、えー、私はギリシャ語を学ばなかったその必要性に納得がいかないかったからだギリシャ語を読み書き話せたからといって男の力量のこ 育成に、えー、大したた効果はないように思っ,たくなったしかしその代わりに別のことは学んだ、えー、国家にとってはよ,いより役に立つことつまり、えー、敵を倒し敵から防衛し思い出でさえなければいかなる評判も恐れず暑さ寒さに耐え地表に直に眠ることさえ耐え苦労、えー、と上を耐え忍ぶことは学んだのだ私が諸君に教えるのはこれらのことである 最高司令官として上から命ずるのではない市民が市民に教えるのだ、えー、兵士となった諸君は全ての労苦を私と共にするそしてそれによって国家ローマを救済する皇宮の時でも戦闘の場でも私は諸君の傍らにいるだろう諸君の指揮官であると同時に諸君と危険を平等に分かち合う戦友として神々の死後によって えー、勝利も名誉も賞賛も我らのもの,ものになるであろうと確信している高等教育を受けていなかったにしてはなかなかのレトリックの使い手ではないかと思われそうだか、えー、歴史家サラスティウスがその著書「ユグルタ戦役」で紹介しているマリウスの演説を修復するところは除いて翻訳したからであるユグルタ戦 戦記の中のマリウスの演説では老院、えー、階級に属する人々への批判が何度も必要に繰り返されていた、えー、説得力はあるが品性には欠けるだが大衆とはいつの世でも権力者や裕福な階級への批判は喜んで聞くものであるまたその年のマリウスは、えー、ローマ史上誰一人としてしなかったやり方で、えー 自分の部下の兵たちを集めようとしていたのである。はい、えー、なかなかああまああまあリパナこのマリスの演説ですね。えー、後の、えー、まあ歴史家がそのうまくまとめたということで、まあ必要に、えーえー、貴族その裕福な階級を批判して、えから独自のやり方で、えー、兵を集めた。 集めるということで、えー、時間が楽しみですね、えー、短くなりましたけど、えー、この,のーマスタとローマ人のモ人クタリ3、えー、いよいよマリウスがどのようなやり方で兵を集めるかあ期待が膨らむれますね今回も2-1と同じく短め の動画となりました。えー、まさあとのこの YouTube チャンネル登録またコメント、いいねボタンとよろしくお願いします。えー、次回のーローマン人の物語、視、え、聴、ー、者のコンでお渡しましょう。Shu Yaganets p a s s i o シャロ i d g e s h a